テイルズ・オブ・シリーズ、テイルズ・オブ・グレーセス、テイルズ・オブ・グレーセスは、2009年12月10日に、バンダイナム・コ・ゲームスから発売された、w i o r p g テイルズ・オブ・シリーズの一つ、交渉ジャンル名は、守る強さを知る RPG。序盤は、幼少期となっており、中盤からは、青年期となっている。PS3 版のみ新たなエピソードがあり、一部のパーティーキャラクターは、 服装が新規となっている。2010年12月2日には、プレイステーション3版、テールズ・オブ・グレーセス・エフが発売。空を海で覆われた世界、エフィネアでは、アキライ氏という物質に含まれる、ハラスを使用した文明が栄え、ウィンドル、ストラタ、フェンデルの3国が、それぞれの政治体制の過存在していた。ウィンドルの辺境に位置するラント領領主の長子、アスベルは、 ある日弟のヒューバートと共に探検に行った裏山の花畑で記憶をなくした不思議な少女ソフィと出会う。彼女や幼馴染みのシェリア、同じ時期に乱闘を訪れたウィンドルの王子リチャードと友情を深める日々。だが、ある事件でソフィは姿を消してしまう。彼女を守れなかった自分を憎んだアスベルは強くなってもう誰も失わないために家を飛び出し、 王都の騎士学校の門を叩いた。7年後、青年剣士に成長した18歳のアスベルは、父の不法を知り、故郷で漁師を継ぐことになる。そんな彼の前に、死んだはずの祖父とうり二つの少女が現れたことから、物語は大きく動き出す。本作の戦闘システムは SS、SSLMBS。Tales of Destiny の CC を、パワーソースとして採用しており、 二つのスタイルを切り替えながら戦うのがこのシステムの特徴。新要素として敵の攻撃を横方向に回避できるアラウンドステップなどがある。これまでは横スクロールの先頭だったが本作では縦スクロールになっている。そのため今までは必殺技のキーが左右共通であったのが上下共通になっている。フィールドを自由に動けるシステム。 フリーランもあるが行うと CC を消費し、CC がなくなると歩く。この世界は、ウィンドル、ストラタ、フェンデルの三国が治めている。三国は基本的に対立しており、ウィンドルとストラタは多少なりとも交流があるものの、フェンデルは完全に貿易を断っている。パスカルとマリク以外のメンバーは、幼少期を共に過ごした幼馴染みであり、 様々な事情から離れ離れになっていた彼らが再び出会うところから物語はスタートする。なお、第5回人気投票では全員30位以内にランクイン。これはテールズ・オブ・ファンタジア以来である。闘技島を守護する3人の強者。国威の番人として出演する。未来への系譜編ではストライキを起こして闘技島を去ってしまうが、交渉によって しわしの休暇を条件に職務に戻ることとなった。バカンスで不在の間はポアソンが万人代理を務めるため、未来への系譜編では戦うことができない。大脇清流と彼によって選ばれた9人の勇者を、含め、重防制戦士と称される。大脇清流を倒さない限り選ばれた9人は、ゾーン刑事から解放されることなく、死ぬこともできず、永遠に守護者として戦い続ける。 本作の Wii 版には本編とは別に仮面人マーチャントというゲームがある。ランダム生成されるダンジョンを敵と戦いながら冒険する内容で DS ワイヤレス通信で最大4人まで協力プレイができる。ゲームでの入手アイテムは通信で本編と連動することで本編の店での使用が可能。バージョンにはダウンロード版と任天堂、ダッシーウェア版の2種類があり。 ゲーム内容は共通で以下の点のみ異なる。なお、ダッシーウェア版は2009年12月2日より配信されたため、本編発売前からのプレイも可能だった。また、通信機能はダウンロード版とダッシーウェア版の異なるバージョンの相互通信もできる。PS3 版でもこのゲームの導入が検討されたが、キャラクターの描写や新たなゲーム性の構築を限られた。 時間で行わなければならないということや、もし入れるなら PSP との連動となるため作業が大きくなりすぎるといった理由から削除され本編との連動機能もなくなった。開発はナムコテールズスタジオのうち 2D 作品を作っていたチームが担当。キャラクターデザインは井の股むつみ。アニメーション制作はプロダクション IG が手掛ける。早期予約特典としてポストカードが 予約購入者に、テールズ・オブ・ベスペリアのキャラクター衣装のダウンロードコード付き特典 DVD が付属。発売日には、本作、Wii 本体、クラシックコントローラープロをセットにした、テールズ・オブ・グレーセススペシャルパックも、数量限定で発売された。Wii 版はユーザーからバグに関する問い合わせが、殺到しており、2010年3月8日9時30分より、 バンダイナムコゲームス側は不具合修正したアップデートディスクとの交換の受付を実施中。交換品は同年3月27日より順次配送。また、店頭への出荷もアップデートディスクに切り替えている。PS3 版ではこれらは修正されている。Tales of g r e ス SF のタイトルで2010年12月2日に発売。略称は t o F。タイトルの F は フューチャーの頭文字を意味する。PS3 への移植希望の声は非常に多く、w e a v o が発売されて2ヶ月後の2010年2月にはすでに移植が決定していた。主題歌は w e a v o と同様。初回特典としてカスタムテーマや Tales of Destiny、Tales of Destiny2 のキャラクター衣装のダウンロードコード付き特典 DVD が付属。なお、 Wii 版の予約特典衣装は本編中で入手が可能になっている。DVD にはゲーム本編のキャラクターたちによるスキットド,ドラマ、ドラマチック DVD から守りたいダウンロードコンテンツ編隊が収録されている。Wii 版は東京ゲームショーに出展され期待を集めた作品に贈られる日本ゲーム大賞2009フューチャー部門を受賞した。 PS3 版は、アスキー総研調べでは、初週に224,455本を販売し、Wii 版の販売実績を大きく上回った。このほか、一人社から、アンソロジーコミックが3巻、F のアンソロジーコミックが2巻、F の4コマ漫画が1巻刊行されている。以下の脚本はすべてゲーム本編のシナリオを担当した田中剛による。 テールズオブグレイセス SF に関するカテゴリー、ありがとうございます。